今日は韓国に関する昔の事件を追ってみましょう。今から12年ほど前なんですけども、これ左上に日付出てますが、2010年12月31日との中央日報の記事なんですが、この写真を見て、あの人かと思い出せる人っていますかね。この時ですね、これ日本人の女性50代の方だったと記憶しておりますけども、韓国に旅行に行ってそのまんま行方不明になってしまったと、はい、いうかってございます。こちらにね、観光目的で一人で韓国を訪れた日本人女性が1年近くにわたり行方が分からなくなっていると。まあ、日本の家族らは、うんぬんということでね、韓国に当然これは捜査要請を出しているんですけども、まあこれはですね、この辺見ていただきましょうかね。はい、2003年にあの韓国文化に韓国で関心を持ち始めたと。で、当時日本では韓国ドラマの冬のソナタが放映されということで、まあ、この手の女性、まあ、特にこういう中高年層ですよね、ものすごくたくさんの方が急にこう韓流ファンということで韓国を訪れた時期です。私も覚えてますよ、もうこの時期よく行きましたんでね。で、結局この方は冬ソナ、あの現場を追って春川を高くチュンチョンという町がありますけども、そこに行ったと。はい、これでございますよね、このチュンチョンの町。はい、この2人の銅像までちゃんとあると。まあ、これ日本人が訪れてここで写真を撮るということが、ずっとあったわけなんですけども、ここを訪れて、それからいろんなところに行くというはずだったんですが、どうもね、家族に言い残していた場所とは違う場所に、どうもこの女性は行ったらしくて、その後行方が途絶えたと。いうことになります。まあ、なんか海沿いに行ったということでね、そのあたりで誰かに襲われたか、もしくは事故で海に落ちたかというふうに言われてるんですが、いまだに結果は分かっておりません。まあ、さすがに12年経ってますからね、ほら、大変厳しい状況だと思うんですけども、まあ、こういうことがありました。私はね、韓国に行ったことがありますけども、もう最近は全く行っておりませんし、今後もね、行く気は全くしません。皆さん気をつけてください。